少なからずその剣勝つ上ではそこを勝っていかなきゃいけない。逆に JP はそれを勝つことでこう守っていくというか仕切り直していくという展開になると、はい、それではマッチ2先鋒戦開始となります。はい、レモ JP 対藤村剣見ていきましょう。お願いします。さあまずはお互いの手の内を探っていく段階。じりじりした若干近めの間合いで戦っていく両者ですが、藤村が優勢と。しかしドライブゲージが若干心もとないか。なので一回距離を取っていますが前に来る。さあラッシュから押し返していく。根本としては画面端のプレッシャーを避けたい。これよく取ったら、ここで取っていった。藤村のこの職人たるゆえんプレーで見せつけていく。おっと間に合わない。間に合わない。しかし画面足の状況はかなり苦しい。ワンオフしますから。うまい。垂直は OD 昇竜拳チェルノボーグ。いやしかしこれはしっかりとバーンアウトをしていましたが、手反撃を決めて藤村が1ラウンド。まあ根本としても今ちょっとどうせ何かをしないとインパクトでねこうスターンに持ち込まれてやられちゃうんで、だったらちょっと1回勝負しておこうかというところでしたでしょうか。さあ右肩とドライブラッシュを使ってうまく投げに行くのは根本。入れ替えて藤村の投げが通ります。画面端これはでかいぞ。プレッシャーがかかる。ジャンプしている。オーディトルバラン前飛びからフルゲージ新竜レパー。ドライブゲージは 0.5 本未満になりましたね。こうなるとパリーもできませんのでかなり厳しい。うますぎでしょ。そしてこれはオーディ波動拳空中ヒット追撃していきました、はい、藤村見事。まあ、今のはオーディ波動をガンされたとしてもその後攻めてバーンと狙って、まあ、そこからも崩して倒し切っちゃおうっていう選択肢でしたね、はい、そこをちゃんとアドリブでジャンプしたところ返していくというつないでいきましたね。お互いのラッシュ確認コパンに切り替えているのは藤村。状況判断完璧。バリ潰して爆発打ち切ってラッシュでフォローするという動きでした。根本も投げは押しません。中足見えていたが投げ勝手の藤村投げを誘う。おしかも偉すぎる。コンボのつなぎやカウンター釈迦台に行ったのは素晴らしいですね。コンボが高すぎる。巧み藤村あっという間にマッチポイント。さあここはいやそっちから近距離中距離戦うまくこなしていますね。もう ODB ハート画面を制圧しながらアドリブコンボでラインを上げていきます。足止めている素晴らしい。ドライブゲージの差もかなりある。体力ゲージもそしてここで触りに行く。着地捉えてネモがペースを掴み始めているか。中断中断。ここはコンボを伸ばしてステリーボーグからドルバラン押し切っていきます。ジェイフェクト B の勝ちパターンですよね。この B ハートを設置して自動発動プラスラッシュからの攻め、はい、中断といった発生ちょっと遅めの技も B ハートの自動発動があるんで割り込みづらいという今崩してきましたね。触ってライン上げてますよね、うん、うおーうまい。え、しかも赤いルートこれ軍人逆指導しここは小技で暴れて3ゲージザプリエットドライブゲージを回復します。でも、はい、さあ状況もいいがここはオムディビーハットを設置プラス4状況から投げ藤村しかしバーンとしているぞ。でもこの画面下を返せれば結構有利になるかなと。ただ藤村がね制ゲージが3本あるんでね怖いですよね。うまい落としてボディトルバラン距離を離す。藤村は削るとあ相当でもダメ取れましたね。そうですね、かなり遠距離の主導権を握ってる。いや中足ラッシュこれはクリティカルアーツになってはいるが、あただこれバーンアウトですね。バーンアウトですよこれ。ゲージ1本あるのがまだインパクトの駆け引きが一応そうですね、チェルノボーグで返せる。アムネジャーもある削り丸中足波動先鋒戦藤村が制していきました。至るゆえんのコンボなどたくさん見られましたが、コンボ判断がやっぱりうまかったですね。火力ありましたね。